水道直の猫。あ、ではお客さん、定期点検始めますね。シンクは問題ないな。前回直した水道管も問題なさそうだ。あとはお水の成分を、確認しよう。前回の、水道管の問題は、もしかするとこのお水の成分に問題があるんじゃないかなと彼は思ってるんだよ。お水の成分、結晶が、水道管に付着して、それが、大きくなって、破裂して、よからぬ方向に、水道管が、曲がってて、すごいところに、お水が漏れてたような、そんな感じがしたんだよ。このお水の成分、大体分かってきたぞ。このお水は、美味しいお水だ。特に問題なさそうだ。あとはサービスでシンクのコーティングしておこう。よし、他問題ないな。よし、社長に報告だ。社長、かりんちゃん。あ、社長。大変。社長どうしたんですか。かりんちゃん。はい。また水漏れてる。うわ、社長こっちまで来てます。これ原因なんですかね。わかんねえな。ですよね。